で転換、転換やりましょう。転換もすごいな。あのね、あのこういうところと競うって言うじゃないですか。で、あの僕がやってるのは一人でやってるのと同じなの。こうやって一人で一人で一人で、それで一人でやってると同じ風にやれればいいの。あのいいっていうのはこういう競い合ってこう相手をやっつけたら終わりっていう、そういう風に思ってるとどうしてもこうなっちゃうから、だから自分がこういうふうに一人でやってるのと同じようにできればあの いいわけね。そういうのがその評価基準っていうかな、自分 あのうまくいったとかいかないっていう、そういう基準になってるわけだから、こう相手をやっつけたら合格っていう、あのうまくいったっていうんじゃなくて、僕が いつもやってるようにこういうふうにこうで、ああこれ失敗、ああ失敗、ああ傾いちゃった失敗って、こうに思いたいわけだから、まっすぐこうまっすぐまっすぐ、それでこうまっすぐ、自分がまっすぐだったら正解で、自分が曲がったら正解、こうやって行っちゃったなって思うわけで、そういうふうにね気をつけてやった方がいいんじゃないかと思うんですよね。で自分が一人でやってるのと同じ、一人でやってるのと同じ、こう一人でやってるのと同じで、あんまり気にしない、そういうことね。じゃあちょっとやりましょう。あのね、自分で一人でやってるって こう形作れたら正解で、傾いたら不正解って言いましたけど、から相手こう待ってやってる人、下手な人ってのは大体待ってるので、ここの拠り所が欲しいから、自分が拠り所が欲しいから、ここ拠り所を作りたいわけ、作りたいっていうのは彼は拠り所を作ってくれてるの、こうやってこうやって、だからそこをこうに帰ってやってるんだけど、 あの上手い人はね、拠り所関係ないの、あっても関係ないの、拠り所あってもなくても関係ないの、自分の姿勢だから、自分の姿勢で、だから下手な人は拠り所持って、それからスタート、それ待っててくれるからね、合気道の場合は、稽古の時は待っててくれるから、待ってなきゃいけないんだよ、待ってね、待ってね、待ってて、それでこういうふうにやってんの、なんかこういう、でも上手い人はこう拠り所あっても関係ないの、拠り所あっても関係ないの、だから拠り所ないの、あのないっていうのはあってもなくても関係ない、そういうことをやってるね、そういう拠り所にしてないってこと、相手をね、相手をこういうところを拠り所してないの、だからそれであの上と下をやってみましょうか、こう拠り所してないの、触ってないよね、触ってないんだけど、ちょっと触っちゃったけど、でこういうふうに、こういうふうに、だから拠り所してないってこと、だから触ってギュって力が入ったら終わり、僕がやられちゃったってこと、やられちゃったってこと、だからギュって力入れさせないの、こうやって入れさせないで場所もらってんの、力入れたら終わり、力入れたら彼の方が強いんだからね、だから力入れないでこういう資格もらって、そういう形、じゃあ上と下やりましょう、上はここ、ああ上はここ、ちょっと来て、ああこっち、そういう自分が安定してるのね、安定して、それでこうね、下、上、そういうこと、じゃあやりましょう。彼がギュッて持ってきたら終わり、もうやられちゃって終わり、だからギュッて力が入らないようにあのやってんのね、上と下、こう力入ってないんだよね、そして離れてもいいの、離れててもいいし離れてなくてもいい、でも力入ってない、で力入っても、まあ自分の姿勢さえしっかりしてればこういう形、そう上の場合ね、それで今度はね、そういう姿勢、あの一人でこうやって振ってんの、あの昔は一挙運動とかってこうやってやったんですよね、1、2ってこう腰変えて一挙運動とか言ってやらされたんだけど、あのそういう形でね、で1、あこう来て1ってこういうふうに、こうそれでこういうふうに回ってきたら、あの自分の姿勢が曲がらないようにで、こういうふうに来てこう上がってこういうふうにやって、自分の姿勢が大事、彼がギュッと持ってる この手をこう下入ろうとか、彼がいるからこういうふうにやろうとかって思ってると、そういうふうになっちゃうから、自分の姿勢がねこういうふうにして
こういうふうに入って、で彼がいてもいなくても関係ない、でやってることは同じで、 その思った通りできれば正解だし、彼が倒れたから合格っていうふうにじゃなくて、彼が倒れようと倒れまいと関係ないの。自分の姿勢がちゃんとして彼は自然と倒れちゃったって、そういう感じ。あのそういうふうに やった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。で そうすると競わなくなって、競ってこう寄り所もらってこういうふうに やらなくなるから、よりどころ関係ないから、こう関係ないから、そしてこう自分が足が自由、そういう感じね。それであの形いろいろあるから、しょうがないからやってみようって、そういう話。じゃあやりましょう。今度入り身投げっていうのやりましょうか。あのね、あのこういうところと競わないために彼はわざわざ持ってきてくれてるので、自分が外れてたらやられちゃうの、やられちゃうから、やられたらもちろんダメなんだけど、やられないように後ろ入って、そしてこういうふうに やりたいわけですね。自分がまっすぐ、彼はそういう妨害をしてくれる立場なの。あ、だからわざとやらせないようにしてるのかもしれないけど、やらせないようにこれね、僕の体がこういうふうに ここにこだわれよっていうふうに言ってるのと同じなので、こういうとここだわってたら入れないんだから、だからこれ気にしないで入んなきゃいけないの、こうやって、そしてこういうふうに落としてきて、まっすぐこうね、まっすぐで彼の方に行けばこういうふうになっちゃうんだ、こうやって手なっちゃう、手気にしねえよっていう感じで自分の中に入れてるっていう、そういう形いろいろだから、四方投げにしても入り身投げにしても何投げにしても、そういうふうに思ってた方がいいと思うんですよ。あの自分がまっすぐのために彼がいる。でこうやって外れてたら、こうやって外れたら持っていかれちゃうんだから、で自分がこれ不正解なんだけど、で正解にするためには彼の後ろに入って、自分がまっすぐこのね、ここのまっすぐに入って、こうに外れないでこうに入って、そして入ってきて落としてきて、こうにまっすぐまっすぐ、自分の彼がいてもいなくても関係ないじゃないですか。これ手でやるとこうなっちゃうんだけど、手でやってないんだから、こうやってつけたらいいよ、こうやってつけたまま手で倒した方が合格だとか正解だとか思ってると、手で倒したくなっちゃうんだから、こう倒れっこないんだから、だから自分がこういうつけちゃって、そしていい位置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 入って、こういう感じね。ここで競わないってことで、そのために形がいろいろある。でこうまっすぐまっすぐまっすぐだったら正解、一人で踊りやってるのと同じ、一人で踊りをやってるのと同じ、こう手を使わないで、手を使わないで、場所の取り合いだっつってんだけど、場所がいい位置、場所って形いろいろあるから、あのそれによって特徴っていうかな、学びがいろいろ違うから、でまあ入り身投げやってみましょうって、そういう話。じゃあやりましょう。こういうに持たれてるとよりどころ欲しくなっちゃうからって言って、こういう打ってくるとね、これ攻撃の形だから、これ行ったらやられちゃうんだよね。こうやってここと競争したらやられちゃうから、これ分かりやすいの。だからこうやって振りかぶってきた時に、これ線でこういうふうに出てくればやられないで済むのね。でその時にこう来て、こういうふうに向こうっていうかな、こう来て関係ねえんだよって、そういうふうに思ってれば、自分のこういうふうにやって、こうやってやってるのと同じだと思ってれば、外に出ればこういう形ね、外に出ればこういう形、そしてまあちょっと回ってきちゃったけど、内に入ればこういう形でしょ。で自分の姿勢が大事で、相手がやっつけたら合格じゃないんだから、こうやってやっつけるんじゃないの。それこう振りかぶってきたのに合わせて、持ってきたのと同じように、よりどころ作らないで
こうに上がってきたらこう入ってる入ってる入ってる そしてあの自分の場所、自分の場所ってのは自分の場所を無視してこう手に行っちゃったらやられちゃう、前やられちゃうんだから、だから自分の場所はこういらなかったら捨てるとかで、自分の場所なんていうのかな、自分が優先してるってことね。だけど 彼がこういうふうに打ってくるんだから、こういうふうにこうなんていうの、自分の姿勢がこういうふうにまっすぐだったら彼いてもいたんくても関係ないって、そういうふうに思ってた方がいいのね。それが できないとこういうとこで競うことになっちゃうから、まっすぐなんだから打たしてんだから自分の方のまっすぐが優先、そういうふうに思ってた方がいいの。こういうふうにこういうふうにこういうふうに、そうすれば手で投げるってことは なくなって体の位置でやるってことになるから、そういうことね。じゃあどうしようかな。こうやりましょうか。こういう内側に打ってきて、こう正面打ちとかね、正面打ちはこういうふうに打ってくるんだけど、こう打ってきた時にここをもらってるってことで、この手が嫌なのね。だからこう当たらないように、はあ、ちょっと待って、当たらないようにこういうふうに入ってるんだ、こういうふうに、こういうふうにで、ここに競わないで、ここ競うとこれと競争するようになっちゃうから、競争しないの。そして自分が1もらってるって、そういう感じ。それでこう場所もらってる、場所こう競争したらやられちゃうんだから、まあそういうことで、じゃあ正面打ってもらって、どう内側に入るのやりましょうか。内側に入るのね。じゃあやりましょう。じゃあ次は内側入るのやりましたけど、内側入るのはこういうふうに来て、こういうふうに内側入る。それでこの手を見てんのいつも。でこの手こうに入ってきたら来ちゃうんだよね。だからこうこの手来ないでねっていう手が大事。来ないでねがないと来ちゃうかもしれないの。ね、だから来ないでねってこう入ってたらこの手があるから来ないで、これ以上来ないでね。そういう形。そしていつもこの手を見てる。この手を見てこうね、こう来ないでね。来ないでねって言えば足も止めて、この手で止めてる。そして自分がまっすぐっていう、そういう形ね。で それは内側の形で、今度はこういうふうに振りかぶって瞬間にこういうふうに入ってくるの、相手の方に振りかぶってきた瞬間にこういうふうに入る、こういうふうに。で足さらわれちゃったら終わりなんだけど、そういうことはちょっと気にしないで、要はこういうふうに入る、相手の場所をもらうって感じ。こう振りかぶってきたらこういうふうにもらう、こういうふうに、それだけね、それだけ。こう振りかぶってきたらこういうふうにもらう、こういうふうに、こういう手に行かない、手で競わないで、振りかぶってきた瞬間こうで自分がもらう、でそういう感じ。そうするといい挙ができるんじゃないかと思う、いい挙の表ができるんじゃないかと思う。裏の場合はこっち、裏の場合はこっちだけど、表の場合はこっちから入るのね。こうにで、ここに競ってないよね、こうやって競ってないよね。ここはいらないから捨ててるの、これいらないから、これいらない手、いらない手は捨ててるの。そしてこうに入ってきた、こう入ってるの、そういう感じね。いらない手は捨てて、こういうふうにそしてこうね、こう伸びてるから、ここ伸びてるから、でこう伸ばしてきて、でこう入るって感じ。じゃあこれ一挙表
表やってみよう。表はね、振りかぶってきた時にやるしかないんですよね、多分ね。だからこうやって振りかぶってきた時にこう当ててるって感じ、当ててるって感じ、そして場所をもらってるって感じ。そうで、場所をもらわないでみんなこうやって振り、こうやって上がってきた、上がってきて、上がってきた時にこっちに出てんじゃない、ないので、こうじゃなくて場所を奪うっていうの。場所を奪うっていうのはこっちからこっち、こっちからの彼の場所を奪うの。こういうふうに、そういうふうにやらないと、彼は生き延びてるから。振りかぶってきて、振りかぶってきてこういうふうに来て、こういうふうに出ちゃったらこの手は効いてくるし、ね、この足全然方向違うんだよね。彼の場所はこっちだ、こっちにいるんだから、彼の場所いるから、だからこういうふうにやって行くように見せてるんだけど、実はこっちに入ってる。で、場所を奪うって、そういう、足奪ってるって、そういう感じ。そして詰めちゃったらダメだから伸ばしてるって、そういう感じね。まあ難しいんですけどね。じゃあ裏やりましょうか。裏はこういうふうに下がってきてもでもいいの。それからこういうふうに上がってきてもいい、こういうふうに。で、下がってきて、ゴブゴブでもいい、ゴブゴブでも、ゴブゴブでも、ゴブゴブ、ゴブゴブで、こっちもできる、こっちもできる。でも、ここにいないんだから、こういうふうに。加速してるって言うんだけどね、加速してるの、こう、加速。そして伸ばしてるって、そういう場所作ってるって。場所は、彼の場所がないと困るから、こういうふうに来て、こう来たら彼の場所を作るので、これ加速してんの、こういうふうに、こういうふうに、そういう感じで。裏をやってみましょうか。裏はこういうふうに、はい、ここに入ってきてもいいんだけど、こういうふうに落ちてきて、落ちてきたってこういうふうに場所を作る、彼の場所を作る。それが重要ですね。場所がないとから落ちてこないから、こうやって落ちてこないから、場所を作る、こうやって、そういう感じね。じゃあやりましょう。どうぞ。飯野君からいろいろアドバイスあって、裏と表は別物なんだって。で、彼の話だと、だから僕の裏と表は別物なんだそうですよ。だから一挙っていう名前は同じだけど、表の場合は場所を奪うっていう、そういう場所を奪うで、こう上がってきたのに合わせるっていうのが大事。それから場所を奪うの、場所、候補に場所を奪うの、その2つなんだよね。で、裏はこういう方向しか、こういうふうに一挙の表みたいにやって、こういうふうにこう上がってきた時にこういうふうに合わせるっていうのはできないから、方向はこういう方向に加速するしかないの。ってことは、これは落としてきて、こういうふうに落としてきてんの、その前に。それで場所を作ってんの。だから表はこっちへ、こう上がってきた時にここを、上がってきた時にこう場所もらったんだけど、裏はこうに落ちてきた時にこういうふうに落としてるって、そういう2つ、これ別物だって言ってたんだけど、まあそういう話ね。で、表はだから、表は場所もらうの、ここで、ここに行かないの、場所もらうの、場所もらうの、こうで。それで裏は打たせちゃって、それから下だけ、上の方向なし、おお、上の方向なし。こうやってみんな上の方向やってんだけど、これは混同してるからね。別物、こういう方向しかないんだ、こういう方向しかないんだから、こういう方向、こう、下の方向。で、上でもあります。え？で、上で、上上げみたいに、そうそう、だからいや、こうやって入る方向もあるよ。あるけど、その、なんていうの、あるけど、まあ、あるんだよね。だから、まあ、その辺、え？そうなるけどね。で、こういうふうに受けて、こういうふうに受けて、で、落ちてきた時にこう後ろもらって、そういう感じね。そういうのもある。
じゃあもう少し時間ありますから、じゃあそれをやってやりましょう。じゃあ最後に呼吸法だけやりましょう。呼吸法4回ぐらいね、こう自分の姿勢を作るってこう姿勢で、こういうところと競わない競ったらやられちゃう。競わないように自分の姿勢でこう姿勢でこういうとこ競わない、いやしやっちゃうの、うまいからね。そういうふうにやられないようにこう自分の姿勢、そういうこと。自分が拠り所になったら終わりですからね。こういうふうにいや拠り所にならないように、だから拠り所になるときはやってんの、こういうふうに拠り所になってないの。だからそれが大事な、それが学びなんだからさ。だから拠り所にならないようにしてな。そういう形なのよ。こうやって持たれたらやられちゃうんだよ。だからそういう話、まあじゃあ終わりましょう。